12月27日午後2時11分。なるほど、法律事務所。あれ、悲しげ。密林健二、なんであんなことを。なんだっけ。殺人の記憶だ。どうこう言ってた。どういうことなの？ミチルギ。ミチルギケンジまさか誰かを。勘違いだよ、どうせ。あいつの。あいつの勘違いだよ。確かにあいつは今何かの記憶に苦しんでいるけど。トラウマ的なあれで苦しんでるけど。誰かの命を奪うなんてありえない。なるほどくん。え、びっくりした。びっくりした。元気かよ、諸君。どうよどうよ、今日の俺様の証言ぶり。萌え袖やめろ。しびれたっしょ、まよいちゃん。え、私しびれたって言っとけ。ビリッと来ちゃいました。いい子だよ、まよいちゃんは。もう惚れちゃっただろ？なあ、なるほど。それセクハラじゃない？え、僕？え、ホモ？そうだな。キュンと来たかな。トゥンクと来たかな。その目やめてよ。何よ。なんか、いまいちピンとこねえな。密林が助かったのは俺のおかげよ。何？ホモじゃん。もっとこう歓迎してくれよ。この俺を。俺俺をよ。俺をね。美味しいよね、牛乳に浸すと。ボロン。いやーはは、かっこよかったよな、俺。ダメだ、完全に舞い上がってる。今何を見せても無駄だな。ボロン。何しに来たの？今日の法廷助かったよ。そうだよね。やっぱりさんがいなかったら有罪だったもんね、密林健二。はっ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 は。でもよ、なるほど。確かに、ボート小屋の管理人も怪しいけどさ。密林の疑いだって、まだ晴れたわけじゃねえんだぜ。何？二重人格。やっぱりさ、シビアだな。そう打つか？客席で聞いているとよ、こう言っちゃなんだけど。なんだよね。密林だって結構怪しい感じがするぜ。お前なんでそこまであいつのこと信じられるんだ？そうだな。やっぱ首元にあんなピロピロつけてるやつが悪いやつだって思えないんだよね。僕は、たとえ何があっても何が起こっても、お前たち二人のことだけは信じ抜くつもりなんだよ。二人って。密林健二と私でしょ？そうだよね。何言ってんだよ、俺だろう、なるほど。ああ、お前だよ、やはり。迷いちゃんのことはもう、好きだから。そういうんじゃないから。私じゃないんだ。でもどうしてなの、やっぱりさ。え？さあ、どうしてだ、なるほど。どうしてだ、なるほどくん。いつもそこで黙る。あ、なんか小学生の時の記憶があるんだよね、きっと。なるほどくん。どうしてそんなに密林健二にこだわるの？教えてよ。確かに最近はちょっと感じが変わったけど。ただの嫌な男だったでしょ、初めて会った時は。まあ、まよいちゃんはお金払ってもらったからね、保釈金。ちょっとイメージ変わったかもしんない。まよいちゃんは知らないんだよ。え？弁護士を目指していた頃の密林玲二よ。それって、なるほどくんたちがクラスメイトだったっていう？うん。え？僕らが小学生の頃の話だ。僕は助けられたんだ、密林玲二と。やはりまさしにさ、一生忘れないよ。そのおかげでこうして弁護士にもなったんだ。その話、してくれない？ねえねえ、やはりさん、何のこと？その、悪い、全然覚えてねえや、俺。こら、なるほどくん、今日こそ聞くんだからね、その話。こら。少し長くなるかもしれないけど、聞いてもらおうかな。大丈夫だよ、録画時間はまだあるよ、なるほどくん。あれはそう、小学4年生の夏。僕は学級裁判にかけられたんだ。どうした？飼育小屋のニワトリをぶち殺したとかで？学級裁判？え、BGM 帰ってきて。やはり覚えてないか。小学4年生の夏だ。僕のクラスの一人の子が給食費を盗まれたんだ。ああね。給食費？僕たちの小学校とっても小さなところでさ。毎月、親がお金を入れてくれた封筒を先生にて、え？これって小さい学校じゃないとやんないの？嘘？当たり前だと思ってた。え？これ、どこの学校もやってるんじゃないの？嘘。うちもこれでした。へえ、へえなんだ。え？もしかして東京の小学校とかやんないの？
その封筒が消えたんだよ。3800円入っていた。ああ、そんなことがあったっけな。お前はよく知らないかもしれないな、やはり。その日はお前学校休んでいたから、覚えてんね。とにかく封筒が盗まれたのは体育の時間だった。僕はその日、風邪気味で体育の授業休んでいたんだ。授業を休んだのは僕だけだった。だから疑われたの？うん。クラス中のやつが僕を裁判にかけろって。いじめじゃん。次の日学級裁判が開かれた。もちろん被告は僕だ。先生は？え、先生が見てる中でそんなお金を取った取ってないの？やり取りをしたの？これはもう先生だけの問題だ。こんな。モンペ。モンペでもないな。有罪有罪。お前だろ。泥棒。返してやるよ、金。ひどいって信じらんない。なんで先生が見てるだけなんだよ。もう消しゴム貸して。あげないからね。追加係やもん。あ？うん。隆一くんダメでしょ？人のお金を盗んじゃ。うわ、怖っ。最後に先生がそう言った。謝りなさい、隆一くん。隆一くん！その瞬間何が何だかわからなくなって、とても悲しくって涙が止まらなくって、こんなんトラウマになる。クラス中の視線が僕に集まった。お前が犯人だって。僕は謝ろうとした。その子の席の前まで行って。その時？あ、異議あり！その必要もない！裁判で物を言うのは証拠品だけなのだ！なのだけ。その他のものは全て沈黙すべし！そんなことも知らないのか。素人どもめ！みっちゅう！みつるぎくん！うわぁ、蝶ネクタイつけてるよ、こいつ。やっぱなぁ。なんか憎めねえよ。俺、みつるぎのこと。君じゃないのだろう。僕の封筒を盗んだのは。あ、みつるぎの封筒だったの？え？うん。え？それならば堂々としたまえ。そうだったんだ。これだけ話し合ったのに君がやったという証拠はない。ということは裁判長、この少年は、無罪だ。みつるぎ？何を言ってるの、レイジ君。盗まれたのはあなたのお金よ。そうだよ、そいつがやったんだよ。証拠なんて必要ないわ。いい加減にしろよ。あれ？やはり！あれ？風邪で休んでたのは盗まれた日か。次の日か、これ。お前、そんな薄着だから風邪ひくんだぞ。蜜着なんて長袖だっただろう。言われる奴の身にもなってみなってんだよ。あれ、蜜着半袖だった？蜜着が異常なのか。こいつやってないって言ってるじゃねえかよ。そうだ、そうだ。え？てんてんてん。わかりました。お金は先生が立て替えておきます。そういう問題じゃない。謝れよ先生。なるほどくんにさ。それからだよ。三人がなんとなく仲良くなったのは。へえ。そんなことがあったんだ。あったような気もするな。あの時僕は思い知らされたんだよ。味方がいない究極の孤独、その辛さをね。なるほどね。やっぱりさんいい人だったんですね。覚えてねえかな。あんなタンクトップだった少年が今や燃え袖だよ。あまりある袖になってしまったよ。たまたまその日学校休んでたからよかったけど、そうじゃなかったら絶対俺が疑われてたから。ごめん、やはり。お前布を買うお金がなかったのか。一言じゃなかったんだわ、これが。なるほどね。事件の陰にやっぱりやはり、あ、それ小学生の時からだったんだ。その後の密類。学級裁判が終わって密林から聞いたんだ。お父さんが弁護士だってこと。父親のことを話す時だけは奴の目は子供っぽく光ってた。そうなんだ。あ、やっぱ長袖着てるわ。僕は必ず父さんのような弁護士になるのだよ。クイックイ。立派な弁護士に。エアーメガネクイックイ。それから数ヶ月後あいつは突然転校していったか。そうなんだ。そう、多分お父さんが亡くなったためだろう。かわいそう。みつるぎの給食費結局どうなったん？みつるぎの名前を久しぶりに見たのは数年経ってからだ。新聞に彼の名前が大きく載っていた。鬼検事に黒い疑惑？とかいう見出しでね。証拠のでっち上げ、証言の捜査もみ消し。そんなことはやってたかな。この顔はやってるわ。有罪のためならば何でもする男だ、と書いてあった。久しぶりにこの顔見た。どうしてだ？何があったんだよ。まるで別人じゃねえか。
僕もそう思った。僕はミツルギに会おうと何度も連絡を取った。しかし彼は返事をしてくれなかった。昔の友達に会いたくなかったんだ、ミツ。でも僕は諦められなかった。どうしても彼に会って謎を解くんだと、そう決心したんだ。まさかそれが、まさか、なるほどくん、そのために？ミツルギ賢治に会うために弁護士になったの？弁護士になればあいつは嫌でも僕に会わざるを得ない。法廷でね。ヤンデレっぽい、ここ。法廷でね、にやり。僕を信じてくれたミツルギを僕は信じている。あいつは苦しんでる。そして味方がいない。力になれるのは本当のあいつを知っている僕だけだ。そうなんだな。なるほど。じゃあお前が俺をタダで助けてくれたのも、ああ、お前を信じていたからだ。ただし、タダと言った覚えはないんだけど。なるほどよ。なるほどくん、必ず助けようね、ミツルギ賢治。ああ、そうだったんだね。とにかくボート小屋のおじさん、あの人ん家に行って金庫開けてこようよ。もう必要のない証拠品を少し整理するか。え？さゆりさんは？ちょ、さゆりさん残った？あ、よかった。さゆりさんいた。なんかこう、証拠品の中に生き物がいると癒されるからね。調べられない。じゃ、とりあえず行きましょう。やはり、もしかしてあいつずっと事務所にいるつもりなのかな。お、糸の子さんじゃん。糸の子刑事さん。今日は危なかったっす。ハラハラしてネクタイを一本食いちぎったっす。美味しかったっすか。それはどうもすみませんでした。いいっす。おかげで犯人が分かったっすからな。せやな。ボート小屋のおじさんですか。約束するっす。え？自分は明日の開廷時間までに必ずあいつを逮捕するっす。してね。何があってもね。それがあんたに対する警察官としての礼儀っす。失礼するっすか。でもどこにもいないんでしょう。張り切ってたね。あ、戻ってきたね。キャー。今日は、森の方に行けない。なんで？なんで？夏美さん。なんで？どうして？あそこはキャンプ禁止だった？公園の管理人にバレて、しばらく立ち入り禁止になったっす。じゃあ、夏美にもう会えない。夏美、そういうことっす。じゃあまた明日会うっす。夏美さんに会えなくなっちゃった。仕方ねえな。ま、もう聞くこともねえしな。帰ったんちゃうか、夏美。あれ、あの目障りの殿様がいないな。ほんまやな。目障りって言うな。屋台も休みみたいだ。確かにアルバイトどころじゃないのかもね。やはりがやればいいじゃん。なんであいつ事務所にいるんだ。じゃあ、貸しボート屋前。警察とかいねえのか。もう調べ終わったんかな。こんちくわ。あのおじさん逃げちゃったんだよね。ああ。まさかあのおじさんが犯人だったなんて。うわ、ほん。あれ？この咳払いは？やあやあ、チミたち。どうした？こんなところで。星影先生って、なんか日の当たるところに出てこれたんですね。チミたちも散歩かな？ん？青春の日々は、青いレモンの香りと、星影先生！何をのんきなこと言ってるんですか？ミツリン賢治の裁判、明日が最終日なんですよ。そ、それはそうじゃが、リコ。今日の法廷は見た限りではもうあの子は安心じゃろ？わかんないよ。それがそうでもないんです。ということじゃ。それがまだはっきりしないんですけど。む。何かわかったら、わしの事務所に来なさい。力になれることがあるかもしれん。マジの散歩だったんだ。星影先生何してたのかな、こんなところで。あ、一応探してくれてんのかな。さあ。さあ、言うて。これ入れるんだっけ？さゆりさん。さゆりさん大丈夫？ご飯とか。その、おせんべいとかみかんとか食べていいかね、さゆりさん。いないね。誰もいないね。おはよう、おはよう。あ、さゆりさんだ。癒される。あなたのご主人どこへ行っちゃったのかな？おはよう、おはよう。この子置いてくなんてひどいよね。おはよう、おはよう。おはよう、さゆりさん。やっぱり実況動画において挨拶は大事だということを教えてくれるな、このさゆりさんは。さゆりさん、私たちが引き取ろうか。勝
人に連れて行っちゃまずいよ。いいよ。警察の人たちもこいつのことは知ってるだろうから、いいよ、持ってこうよ。買いたい、買いたい。ごめんね、さゆりさん。ダメだって。なるほどくんが、ホルモン内されてしまった。買いたい。ちゃんと世話するから。ちゃんと新聞紙引くから、なんかちょっとうんちした後見える。うんちじゃないのかもしれないけど。じゃあ開けとこっか、ここ。この金庫の番号、さゆりさんが知ってるんだよね。そうだったね。さゆりさん、金庫の番号は ?1228。これってあれだね。時効の日にちってことだよね。お金なんか入ってないと思うよ。でもさ、鍵をかけているぐらいだからそれなりのものが入ってるんだよ。そうかな?ほらほら、なるほどくん、開ける開ける。ガチャ。お?手紙が一通入っているだけだ。手紙?読んで読んで。つまんない。宛名も差出人の名前もない。手書きの几帳面の文字が綺麗に並んでる。読んで。え、三つ木霊寺に復讐せよ。三つ木だと?なるほどくん。なんで三つ木賢治の名前が?知らないよ。とにかく読んでみるぞ。なになに?三つ木霊寺に復讐せよ。これが最後のチャンスだ。お前の人生を破滅させた二人の男に今こそ復讐するのだ。え?誰?これ、ボート小屋の管理人に、こういう指図をした男がいるってこと?え?今回の殺人事件の計画がびっしり書かれている。天倉弁護士を殺害してその罪をミツルギに着せる方法。ミツルギを呼び出しボートに乗りピストルを二度撃つ。誰?完璧に書かれてる。誰がいるの裏に。どういうこと?なるほどくん。よくわかんないけど、どうやら管理人のおじさん。この手紙の指示通りに動いて生倉弁護士を。でもその手紙一体誰が?それに三剣霊寺に復讐せよってどういう意味なの?あのなぁ、僕にわかるわけないだろ?でも。どうやらこの手紙はすごい手がかりになりそう。登場人物の中で怪しいのって。まだ登場してない人がいるってこと?それとも星影さん?当然のことながらこたつは冷えている。入ってこ、みかん一個もらってこ。おみかん。おせんべい。ゴミ箱の中は、なになに?どうした?なんでもない。なになに?なんだよ。あのね、テレビ見たら思い出したんだけど、今週姫様のスペシャル番組があるなって。そっか。楽しみやん。だから言いたくなかったのに。こういう子いるよね、なんか。いきなり、あーとか言う子いるよね。なんか感情が抑えられないんだろうなってすごい可愛いと思うけど。高そうな釣り竿だ。どの子ゲージに持って行ってあげようか。何してもいいってわけじゃねえんだぞ。代わりに金属探知機置いておけばいいよ。それは違うだろう。まあ、似たようなもんだからな。似たようなもんよ。一応星影さんにある店に行く?じゃあ。なんか、行くとこもねえしな。あれ?星影さんのところどうやって行くの?あと一日だね、なるほどくん。そうだな。休んでる暇はないよ、出かけようよ。出かけるけど、こっから行けるんだな。こんにちは。某時刻でーす。某時刻です。またいない。あの先生、いつ仕事してるの?まあまあ、また後で来てみるか。また後でか。留置所に誰かいるかな?お、みちゅみちゅ俺やん。面会室。どうした?みつるぎ。相変わらず渋い顔してるな。ふん。あの、密林検事、聞きましたよ、学級裁判の話。それ言っていいの?何のことだ?覚えてないんですか?覚えてない。給食費を盗まれたんですよね、小学校4年生の時。給食費?どう、みちゅ。そんなこともあったな。なるほどくん、誰も覚えてないよ。
夢だったのか。僕以外の人間にはどうでもいいことだろうからね。密林検事知らないんですか？なるほどくん、あれがきっかけで弁護士になったんですよ。めっちゃバラすじゃん。バカな。身も蓋もないコメントだな。しかし、とても君らしい話だ。変わっていないな、なるほど。その、呆れるほどの、ピュアさ。ピュアさがね、まあな、だが。お前は変わっちまったな、みつるぎ。困ってるよ、みちゅう。そうだな。みつるぎ！みつるぎ！見ろよ、俺の弁護士バッチ。すまないな。何も言えることはないようだ。褒めてー褒めてよ。なぜ、ケンジに？なあ、みつるぎ、どうしてお前、ケンジになったんだ？あんなに父親を尊敬して弁護士に憧れていたのに。どうして？私は君ほどバカにはなれなかったんだよ。どういうことだ？カチン。親父を奪われそれでも犯罪者の味方になれるほど。私はそこまでお人よしではない。なるほどね。お父さんが亡くなった事件、容疑者が一人逮捕されましたね。そうだ。父とエレベーターに閉じ込められた男、ハイネコータローという名前だ。どう考えたって犯人はいつしかいないんだ。なのに、無罪になった。あの弁護士のせいで。鎌倉弁護士ね。15年前のあの日、我々3人は5時間エレベーターに閉じ込められた。助け出された時は極度の酸欠状態になっていて、私は事件に関する記憶をなくしていたんだ。記憶を？今も思い出せない。エレベーターで何があったのか。そうなんだ。法廷でハイネの弁護士もそう主張した。酸欠でハイネは心神喪失状態にあったと。結局ハイネは証拠不十分、無罪になった。無罪になるのはなんか 0.1% とか言うけどね。どうなの？そんなに無罪になるの？私が弁護士というものに憎しみを抱き始めたのは。なるほどね。カルマ検事とはどういう？彼は私が最も尊敬する先輩だ。私の法廷テクニックは彼に一から仕込まれた。そしてその首元のピロピロもだ。なるほどくんで言えばお姉ちゃんみたいなもんだね。彼は全てにおいて完璧主義者だ。法廷においても人生においても、完璧であることに異常なほどのこだわりがあるんだ。じゃあ、あれか、女の子に振られることは完璧じゃないから、女の子に近寄らないとか、そういうこだわり。なんか振られる自分は完璧じゃないから、それならば女の子に近づかなければいいじゃない的な感じよね、きっとカルマは。彼が扱った事件で未解決のまま時効になったものは、ただの一つもない。もちろん敗訴も。でも、それって、わかっている。中には無実の人間がいたかもしれない。しかし私たちにそれを正確に見抜くことは不可能なのだ。カルマ検事は彼のするべき仕事を完璧に遂行しているだけだ。まあな、検事とか弁護士とか大変そうだよな。彼の弱みを見つけるのは不可能に近い。それを揉み消すためならば彼はどんな手段でも使ってくるだろう。あのな、みつるぎ、その話が本当ならお前も明日有罪になっちゃうぞ。そうですよ、褒めてる場合じゃないでしょ。むむ、むむじゃないよ。それが辛いところだね。やれやれだぜ。